ウィリアム・マホーンは、アメリカ合衆国バージニア州サウサンプトン郡出身の土木技師、教師、軍人、鉄道経営者であり、バージニア州議会議員とアメリカ合衆国上院議員を務めた。体が小さかったので、リトルビリーとあだ名された。土木技師としては、19世紀南北戦争の前のアンテベラム時代及び後のレコンストラクション時代に、 バージニア州の道路や鉄道の建設に貢献した。南北戦争中は南軍の少将に任官されて指導者を務め、1864年の北軍によるピーターズバーグ包囲戦中にクレーターの戦いの勝敗の行方を変えたことでよく知られている。戦後のバージニア州で正解の指導者となり、再編答として知られるようになった黒人。 共和党員及び保守的民主党員の連行を形成し指導することに貢献した。1881年にノーフォークウェスタン鉄道を作った北部人道業者のためにアトランティックミシシッピ・オハイオ鉄道の支配権を失ったが住まいのあるピーターズバーグ近くに教師を育てる学校の資金手当をするために州の配当金の一部を当てる手配をした。 バージニアの多くの文字を読めない、アフリカ系アメリカ人を教育するために設立された。この学校は、成長して、現代のバージニア州立大学となった。マホーンは、バージニア州サウサンプトン郡のモンローで、フィールディング・ジョーダン・マホーンとマーサドルー・マホーン夫妻の、息子として生まれた。モンローの、小さな町は、軍庁所在地のイエルザレムからは、約8マイル南。 ノットウェイ川の包みにあった。父のフィールディング魔法音はモンローで商店を経営しかなりの広さの農園も所有していた。1840年、家族はイエルザレムに転居し、父が酒場を経営した。そこでは、そばカスのあるアイルランド系アメリカ人の伝統を残す若者が、賭博とタバコを多量に飲むことと、みだらな言葉を使うことで評判を取った。若い。 マホーンは土地の校長から初期教育を受けたが、父からは数学について特別教育を受けた。短期間ではあるがイエルザレムからメヘリン川の南岸にある小さな町ヒックスフォードまで馬で郵便を運んだ。ヒックスフォードは後に北岸のベルフィールドと合併してエンポリア独立誌となった。マホーンは歴史ントンに開校されたばかりのバージニア士官学校に 士官候補生として入学を許され、1847年に土木技師の資格を取って卒業した。魔法ンは1848年からカロライン軍にあるラッパハノック専門学校の教師を務めたが、積極的に土木技術を生かす世界での職を求めた。 ゴードンズビルとアレクサンドリアを結ぶ88マイルのオレンジアレクサンドリア鉄道の建設ではいくらかの役割を果たした。新鉄道がうまくいったのでフレデリックスバーグとゴードンズビルとを結ぶ板道の建設に雇われた。1853年ノーフォークのフランシス・マロリーから新しいノーフォーク・ピーターズバーグ鉄道を建設する主任技師として雇われた。 マホーンが工夫したサウスノーフォークとサフォークの間のグレートディズマル沼地を通す12マイルの道償には沼の表面下に道と直行するように置かれた木材基礎を採用した。マホーンの丸太を使った道路は150年後の今も使われており大重量の石炭を運ぶ用途にも耐えている。また、サフォークとピーターズバーグ間の有名な52マイル。 節縁線の設計と建設にも関与した。これはカーブが全くなく、現在ノーフォークサザン鉄道の基幹線となっている。1854年、ノーフォーク軍のチェサピーク湾に面する新しいリゾート地、オーシャンビューシティの通りや区画を調査し、配置を決めた。19世紀後半の路面電車の出現で、そこにアミューズメントパークが開発され、 隣接する海浜に沿って遊歩道が作られた。マホンの都市計画の大半は21世紀になっても使われており、今はノーフォーク市の一部となったオーシャンビューは再開発されている。1855年2月8日、マホンはピーターズバーグ出身のオテリア・ボイナード・バトラーと個人になっていた。 スミスフィールド出身のロバート・バトラー博士の娘、オテリア・バトラーと結婚した。ロバート・バトラーは1846年からその死の1853年まで、バージニア州財務官を務めていた。若いオテリアは、教養のある宿女だったと言われている。彼女とマホーンは、ノーフォークに住み、南北戦争の前の時代の大半はそこで生活した。 13人の子供が生まれたが成人したのは3人に過ぎなかった。2人の息子ウィリアム・ジュニアとロバート及び1人の娘、やはり同じ名前のオテリアだった。1855年の夏に激発し、ノーフォークとポーツマスの人口のほぼ3分の1を死なせた、大熱病の流行の時は、イエルザレムから幾分離れた母の家にいて、その影響から免れた。 しかし、薬病の結果として、ノーフォーク地区の人口が減ったために金融債務の履行が難しくなり、ピーターズバーグに向けた新しい鉄道の工事は行き詰まった。マホーンと、その助言者マローリーはそれにもかかわらず倹約に努めて、計画の完遂に向けて進んだ。交換に伝わる話によれば、オテリアとマホーンは新しく完成した鉄道で旅し、 オテリアが読んでいるウォルター・スコット卿の作品、アイバン法などから、駅の名前を付けていったと言われる。スコットのスコットランドを舞台にした歴史小説から、ウィンザー、ウェイバリーやウェイクフィールドなどの地名を選んだ。サザンプトン郡の小さな町、アイバーには、スコットランドの一地方、マッキーバーを選んだ。二人の意見が一致しないところでは、 ディスプタンタという名前が作られたと言われている。ノーフォーク・ピーターズバーグ鉄道は1858年に観光し、マホーンはその少し後で鉄道運行会社の社長に指名された。いくつかの記録によれば、1860年時点でマホーンは7人の奴隷を所有していた。すべて黒人で3人の男性3人と女性4人であった。 それにもかかわらず、南北戦争の間や後で、アフリカ系アメリカ人の兵士や当時は得意であった、元奴隷に対して思いやりを示し、その公平な処遇と教育のために熱心に働いた。北部と南部の政治的な食い違いが19世紀後半に拡大するにつれて、魔法ンは南部州の脱退に組みするようになった。南北戦争の間、戦争初期に、 南軍の士官になる前でさえも実戦で活動しており、1861年には、ノーフォーク・ピーターズバーグ鉄道は特に南軍にとって貴重なものとなり、南軍が支配していたノーフォーク地区に軍需品を運んだ。戦争が終わるまでに残っていた鉄道の大半は、北軍の手に落ちた。バージニア州が1861年4月に、 合衆国から脱退すると、魔法ンは、ポーツマスのゴスポート造船所に向けて、客車一両の列車を行くときは、大きな騒音と汽笛を鳴らして入り、帰るときは,はるかに静かに返し、さらにもう一度同じ列車を騒音とともに向かわせて、ポーツマスにいる北軍には大部隊が、エリザベス川を越えて到着しているように錯覚させ、北軍を騙して退却させようとした。 この策略が当たり、南軍は一兵も失うことなく、北軍にその地域を放棄させ、ハンプトンローズを越えて、モンロートリでまで撤退させた。この後、南軍第六バージニア風評連隊の中佐の位を、後に、大佐の委解を受けた。南軍のノーフォーク方面軍の指揮に当たり、その放棄の時まで続けた。1861年11月には順勝に、昇進した。 1862年5月、北軍の半島方面作戦の間に、南軍がノーフォークを放棄した後で、魔法は、ドルーリーズブラフの戦いの頃にジェームズ川で、リッチモンドの防御陣を作る手助けをした。その後すぐにセブンパインズの戦いと、マルバーンヒルの戦いで部隊を率いて参戦した。その後も、第二次ブルランの戦い。 フレデリックスバーグの戦い、チャンセラーズビルの戦い、ゲティスバーグの戦い、荒野の戦い及びスポットシルバニアコートハウスの戦いに参戦した。1864年から1865年にかけてのピーターズバーグ包囲戦の間の1864年7月30日、クレーターの戦いで魔法は広く、英雄と認められた。北軍のペンシルベニア石炭が、 南軍の防御線の下にトンネルを掘り大量の爆薬を仕掛けて爆発させ、南軍兵士を多く死傷させた上に、ピーターズバーグ防御線のキーポイントに侵入した。しかし、北軍は最初の利点が生かせず、魔法音が近くに残っている南軍兵士をかき集めて攻撃を跳ね返した。はじめは独創的な作戦であったが、このクレーター,ー作戦は、 北軍指導者にとって大きな損失に変わった。この結果マホーンは少々に昇進した。その後1865年4月のアポマトックス、コートハウスでの降伏まで、ロバート・イーリー将軍及び北バージニア軍と行動を共にした。マホーンは身長が5フィート5ないし6インチ、体重も100ポンドしかなく、リトルビリーとあだ名された。彼の兵士の一人には、 彼には、多くのインチはないが、最後のインチまで兵士だと言わしめた。妻のオテリアは、リッチモンドで看護婦として働いており、バージニア知事のジョン・レッチャーが、マホーンが、第二次ブルーランの戦いで負傷したと伝言したが、軽傷を負ったとだけ伝えられた。彼女は、ウィリアムがなんであれに行くがないのなら、重傷だとわかるわと答えたという。オテリアと、 子供たちは1864年から1865年の最後の作戦段階では、マホーンに近くいるためにピーターズバーグに移動した。戦後、リーはその将軍たちに仕事に戻って、南部経済を立て直すよう進めた。マホーンもそうした。ノーフォークピーターズバーグ鉄道、サウスサイド鉄道及びバージニアテネシー鉄道を結ぶための旗振り役になった。 1867年までこれら3社の社長を務めた。戦後のレコンストラクション時代、バージニア議会に熱心に働きかけて、1870年には、ノーフォークからブリストルまで408マイルに及ぶ、従来の3社線を合わせた新線、アトランティック・ミシシッピ・オハイオ鉄道の形成に、必要な法律を制定させた。マホーンは、非常に個性的な人物であり、 AM&O の文字は、すべて私と、オテリアのものを意味していたと言われた。この頃家族は、リンチバーグに住んだが、1872年には、ピーターズバーグに戻った。1873年の恐慌によ、AM&O 鉄道は、イングランドやスコットランドの車載保有者との紛争に、突入した。数年間は、破産管罪人の管理下に置かれた後、 再建者との関係が崩れ、代わりの破産管罪人、ヘンリー・フィンクが AM、AM&O 鉄道の財政を監督するものとして、指名された。マホーンは再度支配権を取り戻そうと働いたが、1881年に、フィラデルフィアに拠点を置く同業者が、オークションで、マホーンを上回って買収し、ノーフォークウェスタン鉄道と改名したとき、 マホーンの鉄道建設者としての役割は終わった。南北戦争の前にバージニア公共事業局が AM&O 鉄道の前身の鉄道会社のかなりの株式に秀才で投資していた。鉄道会社の支配権は失ったが、マホーンはバージニア州の政界を指導する重要人物として会社の売却で得た利益の打ち収の取り分を以前に市長も務めたことのある。 ピーターズバーグ近くで黒人の子供たちや元奴隷を教える教師を育てる学校を作る予算に振り向けることに成功した。他にもピーターズバーグに近いディグウィッディに今日の州立中央病院の前身を設立するために予算の一部を当てることができた。マホーンは個人的に投資した土地の所有者であり、それらはバージニア州西部や ウエストバージニア州南部の豊富な丹田に絡んで、ノーフォークウエスタン鉄道の開発と結びつき、マホーンの電気作者ネルソン・ブレイクによれば、マホーンの死の時に、バージニア州でも、最も裕福な者の,の一人に数えられることになった。マホーンは、南北戦争中の1863年に、ノーフォーク選出の大議員として、 バージニア州議会議員に選ばれた時から約30年間、バージニア州の経済と政治の世界で活躍した。1877年に州知事選で落選した後、民主党員、共和党員及びアフリカ系アメリカ人の連行である再返答の指導者となった。再返答は、バージニア州の戦前の負債の減額を求め、 バージニア州の一部であった新しいウアストバージニア州に総応の負債負担を求めていた。再返党の候補者ウィリアムリ、e、キャメロンを次の知事に選出させることに成功し、マホン自身は1881年のアメリカ合衆国上院議員選挙で再返党公認で選ばれた。上院では民主党と共和党が37対37の同数となり、 第3の政党の議員は民主党を選ぼうとしていたので、魔法の票がどの政党が上院を支配するかを決めることになった。最終的に共和党を選んだことは高価なものについた。アメリカが衆国上院では新議員であったにも、かかわらず影響力ある農業委員会の委員長となり、ジェームズ・ガーフィールド大統領からも、また、 上院の初期官と警備局長を選ぶ権利によっても、バージニア州に対する連邦政府の講演をつかむことができた。共和党と連携すると、1884年と1888年の共和党党員集会で、バージニアの代表を率いたが、1886年の上院議員選挙では、民主党ジョン・ W ・ダニエルに敗れた。1889年、 共和党公認で知事選挙に出馬したが、フィリップ m ・ m マッキニーに敗れた。バージニア州知事公邸に民主党員ではない知事を次に送り込むまでに80年を要したマホーンは、公職からは離れたが、疲れを知らぬかのようにバージニアが関わる政界に止まり、1895年の秋にワシントン d c で破壊的な訴訟を起こすまで続けた。マホーンは、 その一週間後に死んだ。68歳。未亡人のオテリアは1911年に死ぬまで、ピーターズバーグで暮らした。マホーンは生きて、その結果を見ることはなかったが、バージニア州とウエストバージニア州は、バージニア州政府の負債の取り分について、何十年間も争った。この問題は1915年に、合衆国最高裁判所で、 ウエストバージニア州は1239万3929.5ドルを負担すると裁定して最終決着した。この負債の最終支払いは1939年のことだった。マホーンの遺骸はピーターズバーグのブランドフォード墓地にある家族病に葬られた。妻のオテリアも1911年に死んだ時に彼の側に葬られた。家族病は将軍の よく知られたモノグラム、縦の中の星の中央に頭文字、M を入れたもので識別できる。魔法音夫妻がピーターズバーグで最初に住んだ家は、1851年から1852年にピーターズバーグ市長であったジョン・ドッドソンが所有していたものであり、サウスシカモア・ストリートにある。この家は、現在ピーターズバーグ公共図書館の一部として使われている。 1874年、夫妻はサウスマーケットストリートの家を取得し、大々的に拡張した。この家がその後の主要な住居となった。教員養成学校として設立に貢献したバージニア州立大学はその家の近くで存在感あるものになっている。バージニア州東部にある アメリカ国道460号線の大部分は、マホーンが設計した52マイル節縁鉄道線と、平行に走り、彼と、オテリアが名付けたと信じられている、街のいくつかを通過する。この道路のいくつかの部分は、マホーン将軍大通りとか、マホーン将軍高速道路と名付けられている。マホーン旅団の記念碑が、ゲティスバーグの戦場跡にある。 クレーターの戦いの戦場跡は、国立公園局のピーター・アズバーグ、国立戦場公園の呼び物である。1927年、アメリカ連合国の娘たち連合が、魔法にを記念する堂々とした石踏みを建立した。保存されている、クレーター戦場跡のクレーターのほど近くに立っている。この石踏みには、次のように書かれている。結出した南軍の指揮官。 ウィリアム魔法音少々の思い出に捧げる。1864年7月30日のクレーターの戦いで彼が示した勇敢さと戦略で彼自身及びその勇敢な旅団が不滅の名誉を勝ち取った。ありがとうございます。